どうも、多文化間精神学の学会賞を受賞するという、本当に身に余る永遠心から感謝申し上げます。今日は学会が24年前ですね。でこの学会は、実は阪神淡路大きな地震とそれから、創刊準備号の、創刊ですよね。この、ことと、学会の発足とワークショップですね。これがちょうど震災を挟んでますね。震災の前2年前に、実はワークショップがあって、これは神戸でありましたですね。で中井久夫先生が特別講演されたと。でその1年後に、阪神淡路がやってきますね。でその1年後に、創刊号が出ると。で、私 の、 熊本の大きな地震震度7以上ですね、これが去年です。で、どうも多文化間精神医学とは何かということが常に問われると。でこの英語名はトランスサイカトリーですね。トランスとつけています。でトランスというのは非常に魅力ある言葉で、さまざまに解釈可能でもある。実はその創刊号には中井さん先生が書かれてるんだけれども、それはインターサイカトリーと書いてるんですね。インターと言っています。でこのインターもなかなか捨てがたい。インターというのは間なのか、間をつなぐのか、その狭間にある、私の言葉で言うと、不思議な場所ですね、を示唆しているのではないか。それと、いわゆるデータといいますか、データというのはある意味で過去形のデータですね。ですけれども、ここに書いてありますような兆候的な、ある意味で、未来に見えるんだけれども言語表現できないと、言語以前とも言えるし言語の後とも言える、そういう不思議な、兆候的な場所として、我々の臨床の場所があるのではないか、そのことを、気づかせる不思議な場所が多文化間精神医学会ではないのかと、そういう流れで24年前ですね、あの当時は今の阿部優先生もね、まだまだお若かったんですが、若い、私も若かったんですね。そういうなんだこれはと、臨床とは何なのかと、我々は何をしているのか、治療者ではあるけれども、この社会的承認を受けた我々、その承認とは何なのかと、認めるとは何なのかと、コミュニティとは何なのかと、さまざまな不思議な問いがですね、自由に討論できる、議論できる対話の場所が必要だったんですね。でそれが20年前です。でその後、いろいろ自由に発想しようということで、従来の言語ですね、医療言語、さまざまな言語、分子言語もあるし、それから生物学の言語もある、精神分析の言語もあるし、さまざまな言語がある。
いわゆるもう臨床自身が多文化多言語状況じゃないのかと。ですから、異文化の方が日本にやってくるということのみならず、我々の日頃の、いわゆる文化を同質的に持っていると言われる我々のこの臨床の場もですね、すでに多言語状況じゃないのかと。そういう気づきのもとに、新たな言語を作り上げていこう、創出しよう、創発していこうという場所だったのではないかと。で、これはあの臨床リアリティという、まあ、臨床的な現実は何なのか、我々が直面している、しかも直面どころか私たちがそれにこう浸っている、関わっているというよりもうどっぷり組み込まれている、そのリアリティは何なのかということで、あのこれアーサー・クライマンですね、アーサー・クライマンが臨床リアリティをいろいろ問題にする際に、いろんなリアリティをあの分類しています。でその中からヘルスケアシステムというあの概念も出しているんですが、私は私なりに、それをいかに表現してくるか。でこういう言葉にもなってしまうわけですね。クロノトポスのダイアロジズムとか、いわゆるあのダイアローグというのがよく言われるけれども、ある人とある人のダイアローグというフェーズもあるんだけれども、ある種の領域と領域とのダイアローグもあると、分子と分子のダイアローグもあると、さまざまな、多次元的なダイアローグが渦巻いているそのある断面がですね、我々の臨床の出会いであるのではないか。でそれを表現する言語がない。それでよくあのメタファーを使ったり数学の用語が今後も出てくるんですけれども、例えば位相化とか、タクトフルズム、フルートあるリズムが出ると、リズムを共有すると、これはあの人々が集まる集団性ですね。集団性が何で出現するのか、創発するのか、イマージェンスするのか。でそれが一旦生じると、いわゆるあの物理学用語であの完成のモメントというのが起きますね。一旦ある種のフレームができる、ある種の集団ができる、集団性ができると、これをいわゆるクロノトポスと一応呼んでいたんですけれども、それができていると、いつの間にやら完成のモメントが始まる。そこにあのいわゆるパワーという、まあ、これ権力性と言ってもいいと思うんですけれども、クロノトポスの場には常にあのパワーの問題が潜在しているだろうと。でそのクロノトポスの、内部における我々の臨床的な関わりですね、そこで語られる語りとかダイアローグというものをどう捉えていくのか。でこれは実はあの私の生まれがあの琉球列島の、南の、宮古島というところですけどね、これは宮古島 の東側の上空から撮った言葉です。俯瞰した映像ですね。であのこれをずっと降りていくと臨床の現場が出現してきますね。臨床の現場が、で臨床の現場どの現場なのか、
でそれをずっともっと下っていくと、個人の身体の内部にはいろんなまたフェーズが見えてくる。分子のフェーズも見えてくる。でさらにいくと素粒子のフェーズも見えてくるだろうと。でこれは私はここにいないわけですね。この上空にはいないんだけれども、イマジネーションとしている、いると表現するのも難しいですね。で患者さんとお話をしていて、妄想の語りとか、まあ、いろいろあるわけですね。トラウマの語りとか、それを聞きながら、この辺を私のイメージはふーっとこう往復している、そういうイメージがあるんですね。これは何だと、私たち の苦悩というのは どのレベルなのかと。でいわゆる視線の多重性とか多次元性という言葉で、表現していた時があります。でこれはランドサットの視線とか臨床の視線、これは分子脳の視線、精神共同体の視線、アリの視線から見たらどうなるかと。これ SF ではなくて、私にはとっては非常にリアルな話です。で、小脳膨張に関わるいろんな逆境とか苦境がある、苦しみがある、サファリングがあると。それに対してなぜか知らないけれども、それにアプローチする集団的なアプローチ、いろんなシステムを作る、いろんな保健福祉の制度を作る、医療制度も作ると。制度どころか、医学というある種のクロノトポスを作ってしまうという、その動きがいわゆる人類のレジリアントな技法ではないのかと。それは何も物質的な、レジリアントな、フェーズではなくて、ある種の観念の集合性としてのレジリアントもあるだろうと。しかしながら、そういう集合性があるフィールドを作る、トポスを作る、やはりそこには、パワーの問題、何を正当化するのかと、集団的に社会的に認知するということ、これは宮古島の、神だりという、ある種の、まあ近代用語では、まあ、いろんな精神の、まあ障害ですね、それに対してさまざまな診断名をつけていますね。それに対するさまざまなアプローチもありますね。で一方では私は現代精神医学というトポスの中でその技法を行うと。でそれが出会った場合、じゃあどうなるのかということも含めて、下にあるトポフィリア、場所愛とかトポズーフト、これはドイツ語で作っちゃったものですね。場所の刺激、時にはトポスのアディクションという、単なる物質アディクションではなくて、場所もしくはあるフィールド、ある制度にズーフとしてしまう。もう一方では場所恐怖ですね、トポフォビアという、これを強く感じるようになったと。でそれをめぐる臨床的な私自身のものの考え方、パフォーマンス、関わり方ですね、それを顧みることになります。ですからさまざまな位相空間が生まれるだろうということです。地域には地域の位相空間があるし、現代では
現代精神学の中にもさまざまな位相空間を作れるだろうと、多文化間精神学も一つの私の表現では位相空間であるわけです。でこれは時々メタファーとしていつも出すんですが、年金の生態といいますかね、これ非常に面白くて、ある時は動物、ある時は生物ですね。で、ある時はこういう集合体を作るんですね。で、ある時は単体として生きているわけですね。で、時にはといいますか、ある時期はこれが一つの有機体であろうと、一つの実はこれはいろんな集合体である。これはどこから来ているのかと、私たちは大脳を持っていろんな人類愛とかいろんなケアの理論を構築しながら共同体を維持するということをしているんですが、それ なんでそれをしているのかと、するんですけれども、これが非常に私にとっては興味あるものでした。ですから個体と集団性という、でこれもそうですね、鳥が変態を組むと、変態を組んでいると。ですけれども大脳は神経細胞はある程度数えられますね。ですけれどもああいう変態を作る、どういう連絡方法を取っているのか、どういう伝達方法なのか、言語はどうなっているのか、これは大体小学生中学生も意外にイマジネーションできると思うんですけれども、私にとっては非常に、何十年も持続している不思議な問いですね。でこれとこの魚ですね、魚の群れがずっと動くんですけれども、あんなに混み合ってるのにぶつかったりしませんね。あれもう不思議で不思議でたまらないし、感嘆しますね、驚きです。で私たちの集合体、文化医者としてのエトランジェとしての問題、外国人の問題、エトランジェですね、そしてテロ、人種問題、あらゆる問題を私の場合はこういう形で連想する癖があります。癖というのか方法論かもしれませんね。実はこういう考えはどうなのかと、ちょっと異常なのかということでいろいろ探してみますと、例えばジャック・ラカーンなどは現実界とか象徴界、創造界というある種の、フィールドといいますか、ある種の界を区別してますね。これ何なの。あとは木村敏先生がリアリティ・アクチュアリティ・バーチャリティということを論ずる場合も、あれフェーズですね、私に言わせると。フェーズがトランジッションしていくんです。そのトランジッションが本当は問題ではないの。ウィリアム・ジェームズの多元社会論、あれも多元というだけではなくてあらゆるフェーズができてしまうんですね。フェーズができてしまう、クロノトポスができる。これを創出することが根本であって、どのような多元、社会 多次元的な、水準がを分類するというよりもむしろできてしまうというリアルな状況、フッサールのカッコ入れもそうですね。カッコ入れも私に言わせると位相化の問題になってます。それからヤスパースの村人がないんですが、エア・クレーレント・フェアシュテーンですね。これの捉え方も、従来言われている解釈されているですね、
批判があるんだけれども、よく読み込むと位相化が行われる。脳科学 DSM については後でまた触れるんですけれども、これも位相化の問題と関わってくるのではないかと。これをいわゆるフェーズトランジッションとか、フェーズトランスフォーメーションと言っています。でこれは、ヤスパースのカール・ヤスパースですね、グレンズ・シチュアチョンという考え、それと暗号言語シッファ・シュリフトと言いますね。これの考えも基本的にはある意味で見えないものを見るというビジョンを見るということにも関わってくる位相論と関わっているのではないか。それといわゆるケミストリーで、ケミストであるマイケル・ポランリンの創発理論ですね、エマージェンス理論、これまさしく位相化ですね、位相化。それと脳科学、認知科学で言われているジュリアン・ジェインズという人の臨戦精神という考え方、これもそうであろうと。でウィリアム・ジェームズの宗教体験の書相、二度生まれの問題からパトナーム、理想的行動モデルですね、多重人格モデルでもそうなんだけれども、それも位相化ではないのかと。これは我々の世界認知の一つの方法論ではないのかと。方法論という方法、生き方ではないのかと。で中井久夫先生の治療文化論も実はよく読み込んでいくと、多次元診断という言葉を使ったりしています、過去に。でこの考えも全く、例えば臨界期、それから統合失調症的ホメオスターシスとかそういう表現してますね、身体のホメオスターシス、これは一つのある種のフェーズを作ると。でフェーズがあるんだと。統合失調症を慢性化に維持するホメオスターシスがあるんだと。でそれをいかにその治癒に導くのか、そのある種の臨界期もしくはある種のバリアを超える方法論があるだろう。この考えも基本的には、フェーズトランスフォーメーションと言えるのではないかと。精神の気象学というのはもうまさにそうですね、病の気象学。それと、加藤敏先生の劣化位相、内閉相、これは相という言葉を使っているごとく、基本的には位相論的な思考方法だと思います。でこれが私の、これまでの、仲間たちもしくは尊敬する方たちの本の紹介です。でこれですね、これはジャングリの精神学と制度精神論、これは宮脇先生が翻訳されている。この宮脇先生が注目する制度論、制度インスティテューションですね、昨日聞くことができなかったんですが、ピエール・デリオン先生ですか、のインスティテューションの治療というのがあれ聞き逃して残念だと思うんですけれども、私にとってのインスティテューションは今日の私なりの回答でもあると思っています。これはこれも人工空間とコスモスということで、水俣病と三池炭鉱爆発ですね、これに関わるとコスモスの問題、生きとし生けるバクテリアも含め植物、空気、それから宇宙空間から眺めたそういう大きなランドサット的な、ランドスコープがありますね、
そういう生のコスモスとそれから爆発というそういう人工空間におけるさまざまな公害の問題、これもある意味で位相が別の位相がクラッシュを起こしたと。かなり時間が経ってしまっているんですが、精神学は実は今の考え方でいうと多様なニッチがたくさん生まれるだろうと、多様な分子化が行われる、ですから研究領域がたくさんできるだろう、でここに行きますと例えば、おそらくちょっとランチョンセミナーで聞き逃したんですが、兄弟の村井先生ですか、カール・ヤスパースを、ある意味で、復活させたような形でメソッドベースサイカトリーというと言ってますね。これ非常に私は重要な捉え方ではないかと思います。しかしこういうことも言えるだろうと、よく言われるナラティブベースとサイカトリーとも言える。しかし我々多文化で使われてきたポリフォニー、多くの声が響き合うポリフォニーベースとサイカトリーもあるだろうと、それからエスノメソッドベースとサイカトリーもあるだろうと。エスノメソッド、これはまさしく民族人種そういうのも含めたいろんなエスノメソッドがあるだろうと、もちろん専門家の語るメソッドベースのサイカトリーもあるだろうと、こういうふうにいろいろ分子化していく、バイファーケーションしていく、マルチファーケーションですよね。位相理論でいうとだんだんそれに行くんじゃないかと、これが、あと5分ぐらい、5分ぐらいいいですか、大丈夫、ありがとうございます。これは1991年と1992年ですね、右側実は見られている江口先生の論文ですね、で左側私の英語の論文で、実はこれをきっかけにして江口先生との出会いが始まるんですよね。記憶ないですか、まさしくそうなんです。これ、江口先生が送っていただいたんですが、これが出発点です。ちょっとそういうクロノトポス位相化の問題、それから完成のモメントの問題と関わって、あらゆるケアの場所にはそういう位相化の問題とともに、慣性の法則、慣性のモメントが働く、これは別の言葉で言うと暴力性ですよね、権力性ですので、実はケアの場所というのは暴力が発生するしやすい場所である。ですから病院も暴力が発生する部屋、それから治療の二人による面接の場所も暴力発生しやすい場所、ましてや施設の認知症のケアの場所、家族の場所もそうだろうと、いわゆる暴力をある意味で乗り越えるヒントの場所はケアの場所であるというふうに感じています。これは江口先生たちが関わったアサ・クライマンのケアのモラルレッスンの場ということがありますね。これに、権力性の問題といわゆるフェーズ・トランスフォーメーションの概念を、掛け合わせていくとケア論がある程度見えてくるのではないか。実はそのクロノトポスの中でいろんな物語、いろんなサファリングのプロットが描かれていくと。で、
これも実は治療論における我々の治療の場所とは何なのか、治療の場、なぜその場が生まれるのか、その生まれる起源みたいなものを呼ぶために、臨床のゼロポイントとか臨床の拠点とかいう、拠っていうのは要するにバーチャルなポイントですね。我々が我々がいろいろな技法を使って治療をするんだけれども、その場所は何で算出されたのか、その算出する起源をこういうふうに一応呼んだんですが、これも不思議なことだと思いますね。で、これはそういう創出位相化の中で、重要な概念であるポリフォニーといういろんな声が響き合う臨床の場にいかにして持っていくのかという、これは一つの技法論にも通ずるんですが、でそういう臨床の場を多数の声が響き合う、これをいかにそのイメージ化するのかというので、こういう集合論のあらゆるある一人の問題をめぐる関わっている人たち、文化社会地域、それも地域の声という、法律の声、生物学的な声、時にはドーパミンの声も全部含めて、臨床マトリックスという用語を作っていたことがあります。これはもう25年以上前ですね。で、フード技法というので、この当時今回の会長をされています阿部雄先生とフード論に関する、興味が一致してましたので、それについて展開しようという話をちょっとしたことがあるんですが、その後は、まだ展開しておりません、ね、こういうふうに医学の問題、フードの問題、日常化の問題と、ちょっと時間が超えましたが、これはもう飛ぶんです、映像で、流していきますけれども、我々 の臨床の場をいかにポリフォニーの場所にするか、それを別の言葉で臨床の場のカーニバル化が必要だということも言っておりました。そして、それを生きるいろんな技法、インスティテューションの問題、それからクロノポスという時には、その副作用である感性のモメント、それをループホールとかずらすとか、それを表すような概念ですね、これを、昔の言葉を使ってメティス的技法とか呼んだことがあります。終わるんですけれども、この位相化の問題は、これはアーサー・クライマンの、民間セクター、プロフェッショナルセクター、フォークセクター、これも基本的には僕は位相論だと。位相論的な発想があるからこういうことができるんだと。しかもそのセクターに入る、位相に入ると、位相的な世界観を持つようになる。それが慣習化する。と同時に、最近痛感するのは、身体のガバナンスが行われて、ナラティブ化は自由にどうぞというファントムの自在化みたいなことが行われて、身体だけはナショナルにガバナンスするという
いろんな語りはファントムの自在化として、うまい具合に相対的には、どういう社会になっているのかというちょっと奇遇の点で、をお話して、最後にミハイル・バフチンの、存在することは対話することと、まあ、現在、トランプ大統領の問題とか北朝鮮の問題、テロ問題があって対話という言葉が言われているんだけれども、実は対話というのは、そういう意味での対話ではないだろうと、対話というのは再考する必要があるだろうと思っています。一応早足で、しかも時間をオーバーしてしまって申し訳ございません。これで終わらせて、ありがとうございます。